はい、どうもです。今日もクラッシュロワイヤルの動画を上げていきたいと思います。今日はですね、久しぶりに雑談動画上げていきたいかなと思います。はい、リプレイ流しながらなんですけど、今回は、はい、こちらですね。まあ、サンスペのデッキで、まあ、シンプルに、まあ、シンカーチャーメタです。今だったらそうですね、まあ、シンカーチャーと、まあ、このリトプリの入ったデッキが、まあ、おそらく強いので、まあ、リトプリに対しては、まあ、トルネードで吸ってあげて、まあ、アーチャーに対しては矢の雨で、シンカーチャーに対してはファイボー。まあ、といった感じで、まあ、すごい簡単な編成になってます。はい。じゃあ、早速、まあ、リプレイ流しながらやっていきましょうか。そうですね、タイトルにもあるんですけど、まあ、エリゴレデッキ、ハマった、まあ、時代ですね。確かあの時は、ちょっと自分も記憶があれなんですけど、エレジャイデッキと、まあ、ミラー、まあ、レベル16だった時の、まあ、時代で、まあ、みんながみんなもうエレジャイデッキも使いまくってて、で、あともうエレジャイミラーも、もうすごい流行ってた時代ですね。まあ、なんせさっきも言った通り、レベル確か16だった時代なので、まあ、今これ、まあ、タワー15なんですけど、まあ、タワーのレベルが、まあ、14だった時代で、確か、あの時ミラーが確かプラスレベルに上がってたので、こうもう本当に、まあ、みんなが、まあ、ミラー使い始めてた時代なんですけど、まあそうですね、その時に自分がハマってたのが、まあ、2.6 エリゴレデッキの、まあ、デッキなんですけど、まあ、今だったらちょっと使えないんであれなんですけど、まあ、さっきも言った通り、まあ、ミラーが入ってたデッキですね。まあ、編成としてはエリゴレ、ヒーラー、ライドラで、トルネードで、スケルトン、ヒースピで、ミラーで、レイジー、はい、この8枚の、まあ、デッキで、まあ、ずっと遊んでましたね。最初自分が使い始めたのは確か、元祖出すだけデッキで、まあ、エリババの入ってたデッキなんですけど、確かあの時、まあ、インドラがやっぱり、まあ、使えなかった時代ですね。なんせ、まあ、エレジャイデッキが流行ってたので、まあ、それで、まあ、あれなんですけど、まあ、自分がその 2.6 エリゴレデッキに、まあ、めちゃくちゃちょっとハマっちゃって、で、もう、まあ、そうですね、まあ、仕事の休みの日があれば、もうずっともうそのデッキでずっと遊んでて、やっぱり、まあ、楽しかったですね、一番。あの時代がもう一番楽しくて、もうショート動画もバンバン上げてて、まあ、ショート動画、見返してもらったらもうすぐ出てくると思うんですけど、もう一番、そうですね、クラロワっていうか、まあ、エリゴレデッキ使ってて一番早いと、ハマってて、まあ、楽しかった時代ですね。まあ、理由としては、そうですね、まあ、やっぱりまず、まあ、サンクラ折れるっていうのもそうなんですけど、まあ、2.6 エリゴレデッキなので、こう、確か、まあ、1倍タイムが確かあのデッキ、もうめちゃくちゃ地獄なんですね、もう。もう普通に相手が、まあ、ある程度上手かったら、もう1倍タイムで、まあ、ほぼほぼ、まあ、落とされるんですけど。で、それで1倍タイムで、まあ、落とされるんですけど、基本的に、まあ、自分、エリゴレデッキなんだ、エリゴレデッキなので、やっぱり煽られるんですよね。で、こう、煽られるんですけど、まあ、2倍タイムになってから、まあ、そっから、まあ、形組んで、確か、エリゴレ、ヒーラー、ヒーラー、ミラー、ライドラー、まずこの4点セット形組んで、まあ、それで、まあ、レイジかけたり、まあ、トルネ打ったり、まあ、まあ本当にまあチンパンデッキだったんですけど、まあそうですね、ちょっと楽しかった理由としては、まあ、さっき言ったように、やっぱりこう1倍タイムで煽られて、やっぱまあ煽られるんですけど、まあ、2倍タイムになって、で、まあ、こっちが形組んで、まあ、1本落とした状態で、まあ、そこから肩出しエリゴレ、エリゴレミラー、もう出してしまえば、ほぼほぼもうこれ相手積んじゃうんですよね。まあそんな感じで、こう、なんて言うでしょう。まあちょっと言葉があれなんですけど、もう本当にこう、相手が、もう本当にまあ、もうほぼほぼエリゴレ、エリゴレミラー出してしまえば罪なんですけど、まあ罪って分かってても、どう言ったらいいんですかね。まあ、何もできないって分かってても、こう、なんとかする、なんとかしようとする、哀れな、感じが、まあ、すごい面白かったんですよね、自分の中で。まあ、それは結構、もう、まあ、自分が勝った相手全般的に、まあ、そうでしたね。こう、もう何をしようにも、もう何もできないんですけど、本当にもう必死にもがいてる姿が、もう自分は一番楽しかったですね、本当に。もう、あれ、ショート動画で多分見れると思うんですけど。
確かそうですね、はい。まあ、今だったら、まあ、エリゴルデッキ、まあ、ちょっと落ち着いて、まあ、自分ももうちょっと正直エリゴルデッキもうだいぶ使い慣れちゃったので、まあ、何が相性悪くて何が相性良くてっていうのがもう全然理解してるし、でもなんせもう正直クラロワ、まあ、さっきも言ったんですけど、もうあの時はもう休みの日もずっとクラロワしてたんですけど、もう今全然もう休みの日だったら、まあ今だったらもうクラロワちょっとやって、でまあ休みの日があったらまあ他のことやってるっていう感じなんですけど、もうあの時の時代はもうずっとクラロワにハマってて、まあ、ずっともうスマホゲームにまあ熱中してた時ですね。もうあの時代がまあ一番正直まあ自分はまあ楽しかったのかなと、まあいった感じですね。まああの頃にも戻れるなら正直やっぱり戻りたいです。まあなんですけど、まあそういうわけにもはいいかないので、もう基本的にもうイリゴルデッキ、まあこのまあレイジの入ってないデッキはあれなんですけど、相手がまあある程度上手かったらやっぱりまあ 1-0 でまあ終わってしまうのがまあほとんどですね。まあ正直な話、もう今もちょっとクラロワのまあレベルも、まあ自分のレベルもそうなんですけど、やっぱりだいぶ上がってきてしまったせいで、まあ相手の防衛もまあそこまでこう、まあ下手じゃない限りは、まあ基本的にまあこうやって 1-0 でまあ終わっちゃう展開がまあほとんどでしたね。あの時はまあ自分も正直あんまり上手くなかったので、まあ下のレート帯でまあすごい頑張ってたんですけど、まあそうですね、もうランク外でめちゃくちゃ遊んでて、まあそれでまあめちゃくちゃ楽しくて、まあやってた時代でしたね。まあさっきも言ったんですけど、本当にもう何もできないのにこう何とかしようとする哀れな姿を見て楽しんでたのが、そうですね、もう一番のまあ理由ですね。もう本当にもう、いやもうそれ絶対何もできんやろっていう状態でも、もう必死にこう対戦相手はまあ指動かして、もう必死に頑張ってる姿を見て自分はもうすごい笑ってたイメージでしたね。もう今だったらもうもう基本的にもうある程度もうデッキの立ち回りも分かってきて、でまあ前にも言ったんですけど、もうエリゴルデッキ極めちゃうと、もう何かしながらプレイすることがまあほとんどになっちゃったので、もう一生懸命この、まあ、スマホの画面見てやるってことはもうほぼほぼもうなくなりましたね、もう。まあなんですけど、正直まああの時のまあエレジャイデッキと、エレジャイと、まあ、ミラーがレベル16だった、まあ、あの頃の時代がまあ一番自分は、はい、まあ、クラロワやってて、まあ、一番楽しかったです。まあといった感じですね。もう基本的にまあこれはまあ自分がまあどう言ったらいいんでしょう、まあイリゴルデッキを、まあイリゴルデッキそもそもまあ確か、ごめんなさい、ちょっと話こんがらがっちゃったんですけど、まあ、ずっと枯渇デッキ使ってて、で確かそれで、まあ、あるシーズンから、ファイスピが、まあ、1コストに変、変わって、で範囲ダメージがまあめちゃくちゃ広くて、もうバレルもうその1コスト、まあ、ファイスピで全部完封されてた時代ですね。まあ、その時にまあ自分はもう枯渇デッキ、まあ、諦めて、でそれでまあエリゴルデッキ、まあ、使い始めたんですけど、まあもうあの時のまああの時のまあ枯渇使ってた時代は結構まあそうですね、まあストレスもまあかなりまああったんですけど、やっぱりエリゴルデッキ使い始めてからまあだんだん減っていきましたね。まあそっからがちょっとクラロワすごい楽しくなったまあきっかけかなといった感じです。まあ、ちょっとはい、リプレイ、まあ、流してるんでやっていきましょうか。まあ、基本的にちょっとゴレデッキなんですけど、まあ、ゴレデッキはもう相手これライドラいるので、もうライドラ延命合戦ですね。もうライドラ、まあ、こっちのライドラか相手のライドラが、まあ、どれだけ多く活かせれるかが、まあ、そこが勝負になってくるんですけど、まあ、今回こっちが、まあ、延命できたということで、まあ、GG ですね。で一番まあ楽しいのが、まあ、この例えばタワーこれ1個落とした状態なんですけど、まあ、こっからの、まあ、追い打ちですね。エリゴレエリゴレミラー出してしまえばもう相手が、まあ、どれだけうまかろうともう本当にまあ守れないっていう状況がまあ生まれてしまうので、まあ、今回これ相手諦めたからまあ3クラ落ちたんですけど、まあ、前のそのまあエリジャイデッキとか
だからミラーレベル16だったシーズンの時はもう本当に相手がまあどれだけこう頑張っても結局落とされるっていう、すごいあの状態がまあめちゃくちゃハマってましたね。最後なんですけど、この方、はい、TikTok のまあライブ配信者ですね。まあ、今回相手は、クエイクロイホグなんですけど、まあ、クエイクのおかげで、クエイクだったおかげで、まあ、この、まあ、マッチアップはまあかなり相性いいです。例えばの話、まあ、このクエイクの枠がまあファイヤーボールになると、まあ、ほぼほぼやっぱ通らないです。ファイヤーボール打たれてからのまあデリバリー、落とされてしまうと、まあ、ほぼほぼこれダメージ通らないので、まあ、なので、まあ、今回はまあマッチアップがまあ良かったですね。まあ、基本的にまあ雑談はまあこれまでですね。もうエリゴルデッキ使い始めたきっかけはまあさっき言った通りです。もう本当にまあ、あの頃の時代にまあ一回も、もうせいぜいもう一回戻れるなら、もう正直戻りたいです。もうなんせずっともうスマホゲームにまあ熱中してた時代だったんで、まあ今だったらもう本当にもう全然まあ、まあ、そうですね、なんていうんでしょう、こう、まあ、あんまりもう熱中することが、まあ、ほぼほぼなくなりましたね、まあ、今のクラロワは。まあ、別にその環境が変わったからどうこうっていうあれじゃないんですけど、もう他の趣味に、まあ、自分没頭しちゃったので、まあ、このクラロワは、まあ、ちょくちょく、まあ、遊びながら、まあ、やってる感じで、まあ、それでもうリプレイ取って適当に解説してる感じなんですけど、まあ、そうですね、まあ、一番楽しかった時代が、まあ、その、はい、時代でしたね。はい、こっからですね。こっから基本的にまあ相手の、まあ、PS のうまさであれなんですけど、ここですね、はい、これこのようにまあ吸ってあげたら、まあ、ほぼほぼこれ処理できるんですけど、これ結構相手うまいですね。はい、ここで結構シンカースケルトンがやっぱ暴れてしまうので、まあ、ほぼほぼこれ普通だったらもうこれ終わってるはずなんですけど、はい、相手もこれかなり手札回してきて、結局のところこれ守られちゃったので、本音としてはもうここでちょっと、まあ、ほぼほぼもう負けかなって言った感じでしたね。正直さっきの攻めで通らんかったらもうどうやって通すんっていう感じだったんで、まあもう、諦め半分でこれはやってましたね。もう基本的にこれ2回ぐらい攻めてるんですけど、全然これダメージ取んなくて。でもこっちはもうロイホグで削られるし。もうほぼほぼこれもう何しても通らないなっていう感じだったんですけど、まあ、最後3倍タイムになって、まあ、刺さったといった感じでしたね。あ、ごめんなさい、これ最後、ちょっとも巻き戻しますね。確かこれライドラがインフェに感電できたおかげで確か勝つことができた感じですかね。あ、そうですね、はい、ごめんなさい。これでライドラが、はい、相手のインフェルノタワーを感電できたので、それで突破できたといった感じでしたね。はい、まあマッチアップ良かったんで、まあ、それなのに結構これ相手もまあかなりまあ防衛してきたので、まあこれはそうですね、もう相手が結構うまかったです。まあこんな感じでまあ勝つことができたんですけど、まあ相手の防衛がまあそのインフェルノタワー1個ミスんなかったら、まあほぼほぼ負けてたのかなといった感じですね。はい、今日の動画は以上になります。またマルチのリプレイ動画出していきたいと思うので、そちらの方もご視聴よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。